枠谷町の住宅で煙突の雨どいを修繕していた大工の男性が高さ7メートルの足場から転落し死亡しました男性は安全帯をつけていなかったということです死亡したのは登米市東和町米川の大工三浦久夫さんです警察によりますと三浦さんは昨日午後5時半ごろ涌谷町の2階建て住宅で他の大工3人と 煙突の雨どいを修繕していたところ高さ7メートルの足場から地面に転落しました三浦さんは大崎市内の病院に運ばれましたが死亡が確認されました現場で三浦さんと作業していた大工の男性はあっという声がして見たら転落していたと話しているということです三浦さんは安全帯をつけていませんでした警察は安全管理に問題がなかったか調べています